第五只見川橋梁は、福島県大沼郡金,金山町の只見川に架かる、東日本旅客鉄道只見線の鉄道橋である。国鉄合図線の合図川口駅只見駅間の延伸工事に伴って1963年に、橋梁を開始した。合図川口駅本名駅間の阿賀野川、水系只見川に架かる全長193.28メートルの橋梁である。 元々は、タゴソダムの建設のため、1957年に、会津川口からタダミを経て、ダム建設現場までを電源開発株式会社の専用鉄道として付設した時に、本橋梁は、同年に完成している。2021年に17施設からなる、タダミ線鉄道施設群の一つとして、土木学会線小土木遺産に認定された。 2012年7月現在の第5只見川橋梁2011年7月の新潟福島豪雨では、只見川の増水、氾濫により、本橋梁の川口方プレートガーダーケタイチが流出した。なお、この付近の只見川は、川幅がやや広く、かつ、下地式トラス橋のためかトラス下た部分は冠水、流出する事態を免れている。 単線下地式極限ワーレントラス1連、単線上路式プレートガーダー4連の形式であり、トラスは1956年製造の宮所の鉄鋼所製である。ただ見川に架か,かる本橋梁は鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっている。ありがとうございます。